さあ、パチンコプレゼント TV 始まりました。チャンネル変えないで、チャンネル変えないで。今日は特別編です。若手ライターナンバーワン決定戦、よっしゃよっしゃ。ということで今日はこちらオーパス金谷店に来ておりますが、今回はですね、こちら鹿児島で活躍している若手ライター2人、はい、そして福岡版で活躍している若手ライター2人の対決をしまして、パチンコプレゼント若手ライターナンバーワン決定戦を行いたいと思います。はい、何ですか先生。すいません、はい、あの今日ナンバーワンを決めるってことですよね。ナンバーワンもちろんパチンコパチスロで決めるってことですよ、ね、そういうことです。すいません、あの、まあ、ちょっと待ちなさい、まだ自己紹介してないんだから。とりあえず自己紹介から。じゃあね、こちらもうどうも皆さんこんばんは、パチンコプレイガイド南九州大輝です。お願いします。はい、大輝。そしてはい、私パチンコプレイガイドタネトロヤズイでございます。あ、もう失格ですね。若手ライターって言いましたけど、おっさんですから。これは失格じゃないですか。大丈夫ですか。さっき黙ってて言いましたよね。打ち合わせと違うんですけど。なるほど。鹿児島チームがこの2人。はい。そして、福岡チームがこの2人。薩摩隼人に抱かれてもいい永遠の27歳、うずら姫でーす。はい、うずら姫。ほんと、近所の変態じゃないですからね。大丈夫ですよ。視聴者の皆さん、びっくりしないように。さあ、そしてこちら。鹿児島の皆さん、はじめまして。もう一回いいですか。大丈夫、大丈夫、大丈夫ですか。大丈夫。で、ヘリカット。行きます。鹿児島の皆さん、鹿児島の皆さん、はじめまして。福岡が生んだ負けない男、デリカツです。今回は、パチンコプレイガイドの精鋭4人が集まりまして、デリカツ。ホールでは負けない男かもしれないけど、カメラに負けてるから、早くも。はい、緊張しすぎ。分かったと思いますけど、福岡チームは、もう一括りで変態ですんで。一括りで。いいとこ見せますので、頑張ります。まだ喋ってる、まだ喋ってる。いいとこ見せますので。いいですか、いいですか。鹿児島チーム、はい、この福岡チームに負けていいですか。いや、もうこれ負けられないですね。負けられないでしょ。この自己紹介を見て、これ負けたら僕やめます。ホットリーただパチンコプレイガイド TV 福岡版ではもう大人気の2人、はい、これが大人気の2人、それが鹿児島に今回乗り込んできて、もう勝負しようと、言いまして、なんで鹿児島チーム福岡チームで今日はバトルしてもらいます、なるほど。でもちろんパチンコパチスローでバトルしてもらうんですが、その中で1人僕が MVP を決めたいと思います。その MVP に選べた方はなんとパチンコプレイガイド TV 鹿児島版のレギュラー権獲得がやったあるとかないとかいう話がありますんで、ないとかは頑張っていただきたいね。まあそんな感じで、もうね、ここでぐだぐだ喋っててもしょうがないんで、早速ホールでね、実践の方行きたいと思います。それでは行きましょう。パチンコプレイガイド TV スタート。今回お邪魔するのは2店舗、イエスランド吉田店とイエスランドカジキ店。モノマネ芸人の花花義明さんを迎え、プレイガイドチーム対花花さんの大当たり。さあ、若手ライターナンバーワン決定戦、鹿児島 VS 福岡。まず1回戦はこの2人です。まずは鹿児島が、さあ意気込みを。じゃあ、いや、僕といえば鹿児島のジャグラーマイスターですから。ジャグラーマイスターですから、うん、福岡のマイスターに負けるはずがない。必ず勝つと。ジャグラーなら任せると。ゴーゴージャグラーですからね、1回戦の騎士が。さあ、そして福岡からこちら、はい、意気込みを。じゃあ、私はですね、福岡のジャグラーマイスターと言われてますので、あと10年間負けなしの男ですよ。この白衣は何なので、デリカーズ白衣は、まあ、パチンコプレイガイド病院所属なので、あ、パチンコプレイガイド病院、スロット課所属、ドクター D ことデリカーズです。もうオープニングから何を言ってるか一切分かりませんが、とにかくとにかくこの男は負けないと。パチンコパチスローでね、ずーっと勝ち続けてると、はい、いい男なんでね、今日も頑張っていただきたいと思います。それでは行きましょう、実戦スタート。さあ、これはね、やっぱり打ちながらどういう解説をできるかとかね、そういうところも結構大事ですから。若手中の若手ですけども、はい、じゃあちょっと打ち方とか解説しますか、大輝。はい、うん、まず自分なりのね、打ち方。最初は順押しでチェリーをフォローして、チェリーをとりあえずフォローして、フォローして、うん、そしてちょっと流れが悪いなとか、流れが悪い、ちょっとコイン持ちで不動の落ちが悪いなとか思ったら、右から打って7を打って、ちょっと気持ちをリフレッシュ。コイン持ちが悪い、あ、順押しに飽きたらっていうことね。そう、順押しにちょっと飽きたら右から押す。じゃあ、じゃあ右から押した時のどう法則とかそういうのも言わないとわからないでしょ。右から、うん、
っていただいて、うん、これはちょっとチャンス。これあれですよ、ビタ止まりだったらレギュラーボードの短くですよ、これ。今ちょっと滑りましたよね、でもビタではなかったです。あー、当たった来た、当たりました。来た、いきます。出ました。いや、美しい。ただ右がこの出目だとレギュラーがもうほぼね、濃厚ですね。あ、それでいきます。早い、何ゲーム、本当にすぐだね。メリカスやばいよ。レギュラーですか。まだレギュラーだからね、まだね。今できます。あれだよね、ジェリカスはずっと収支がプラスなんだよね、年間収支が。まあ10年間負けなしです。10年間、はい、10年間収支がプラス、そう言い張っております。まあ、本当かどうか置いといて、まあ本当らしいですね。でも負けないです。10年間プラス収支を。そんなデリカツにチャンス到来。この形で止まったな。デリカツどうですか。この形はですね、ブドウは、ボーナス、うん、チェリー重複のボーナス。チェリーが出ればもうその時点でチェリー重複確定ですね。そうですね、はい。なんでこの出目熱いですね。熱いです。まあブドウもね、まあ、結構揃いやすい役なんで。そうですね。あ、一緒ですよ。ちょっと待ってください、はい。止まりましたよ、こっちも大輝が止まりましたよ。やっぱここでスター性のある男は多分光ると思うんです。ゴーゴランプが似てます。私はもう間違い。じゃあ同時に行きますか。うわぁ、自動停止した、自動停止。ほらほら、自動停止。じゃあ狙おう狙おう。大輝、大輝はブドウということで、デリカツが診察完了、はい、診察完了。ビッグやりました。ビッグ、さあ大輝がレギュラー1回、デリカツがビッグ1回ということで、例えばデリカツがちょっとリードですね。ボーナス回数は一緒ですが、お、ちょっと応援に現れました。応援に、ちょっと2人が応援に来たところで大輝が大当たり。負けじとデリカツもすぐさま大当たり。頭だけなのでビッグ確定です。ビッグ確定だよね。はい、枝が体から光ったらビッグ。デリカツも2回目のビッグ。やばいね、大輝ね、引いたらすごい疲れるね。頑張らないとね。いやいや、ジャグラーがあって、ジャグラーのレギュラーがあってこそのビッグですから。ジャグラー、レギュラーがあってこそのビッグが。レギュラーがないと、ないとやっぱりビッグも、出てきたくないと思う。レギュラーがビッグを支えてる。言ってることはほぼ分かりませんけど、言ってることはほぼ分かりませんけど、多分ですけど頑張りますということだと思います。そんな大輝に、やられたら。やられたらやり返す。やられたらやり返す。やられたらやり返す。倍返しだ。できた。そしてここでデリカツが。そろっちゃいました。ポンポンポンとおっしゃって。できた。いや、わかります。見たらわかります。マジで？デリカツ来た？1ゲーム連ですけど、レギュラーかな。レギュラーの可能性は高いです。見倒しだったらです。すごい !1 ゲーム連持ってますよ。負けない男、デリカツ。負けないさ。やるね。まだ揃えたいと思います。レギュラーです。オッケーオッケー。さあ、ということでここで1回戦終了です。終了ということで、1回戦は福岡チームデリカツの勝利。よいしょ。やってやりました。本当にね、いい勝負だった。えらいえらい、いい勝負だったんですが、なんと1ゲーム連。そうですね、ビッグじゃなくレギュラーっていうところがデリカツらしいですが、そうですね、ここでヤドゥが負けてしまうと思うね。鹿児島チーム地元で負けるってことになるから。そんなことは僕はさせませんよ。頼むよ。こいつの骨は僕が拾いますから、任せてください。ということで、はい、2回戦はパチンコで対決したいと思います。それでは早速、はい、パチンコ対決いってみましょう。よいしょ。さあ、それでは2回戦はパチンコ、うずら姫とヤドゥでこちら OK で3を打ちます。ここで負けてしまうと終わりですから、ヤドゥ頑張って。いや、マジでもう地元じゃね、負けられないんで、うん、しかも負けれないっす。
そちらどう、このポテトヘッドを踏んづけてやる。ポテトヘッドということで、佐藤くん、実践スタート。よし、頑張ります。はじめにチャンスが来たのはヤドゥン。ヤドゥン、ほれ来てますよ、来てますよ。プレミアムない、口が開いてないから、チャンスアップはないよね。わかる、でもある、ある、ある。どうだ、ああ、よっしゃー、ヤドゥン外れました。これは来てる。さあ、メツマも2連でしたけど、どうですか、どうですか、どうですか。あー、来た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 、やってる、よし、よっしゃ、ありがとうございます。いや、これリードですよ、一歩リード、素晴らしい、これが鹿児島の力ですよ。皆さん、負けないですよ。ここで隣のうずら姫に、来たな、これ、あー、来た、来た、あ、光ってるよ、メンツマも、7、7、しかも、よいしょー、シーサーの口も開いてるから、やった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 、やりました、やりました。やったー、やった、7で終わり。はい、え、今日負けたら、はい、愛する鹿児島の、はい、ヤドゥンが愛する鹿児島のパチンコプレイガイド TV、 これが毎週出るんだよ。いいの？そんなこと考えただけで寝れないです。どうでしょう、やばい、もう鹿児島の街歩けないよ。本当に、てかこれ僕の意見じゃなくて視聴者の方もそう思ってる。そうでしょう、ですよね。だからこそ鹿児島県民の思いを込めて立たないといけないんだよ。代表ですから、これを出すわけにいかないから。間違いないです。なるほど、この福岡のクレオパトラが鹿児島上陸を果たすと。正直ね、福岡のパチンコプレイガイド TV も呼んでないのに来るらしいんだよ。呼んでないのになぜか来て出てるっていうね。え、そんなのありなんですか。ありです、ね、そうやって強く生きていくんです。強くなんなきゃね。あ、ちょっと、ちょっと、ノーマルで、ほら、海はこれが嬉しいんですよ。びっくり、やるね。やっぱりこの先ほど見ました、海は魚群が来なくてもこの通常で当たるところがびっくりして楽しいんです。さあ、もうこれまたリードですよ。うわー、魚群と、当たってもうたー。まだわかんない、当たれ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 、魚群は仕留めます。魚群はしっかり仕留めます。ちょっと、こちらの一応になりました。クロス、クロス、クロス、よっしゃなんと2人同時に大当たり。そしてここからはどちらも大当たりを量産する素晴らしい好勝負に。感じがした。さあ、それぞれうずらの時間が終わったところで、ここで終了です。
実戦の方が全て終了しまして、はい、2回戦ヤドヨとうずら姫の戦いの勝者はヤドでございます。素晴らしい。なんでうまかったんですよ。いやとにかく連チャンがすごかったから。連チャンはすごかった。出玉はどうでした。出玉はうずらの方があったんだけど、いや実は出玉も玉は私が抜いてたの。出玉を最終的に抜いた。玉抜いたの。違う、まあ、やめなさい。やめなさい。本当に敏感に反応するのやめなさい。何回言うんですか。すいません、もう本当ごめんなさい。すごかった。とにかく連チャンすごかったんで、ね、あのヤドゥの勝利ということで、となると今回はね、鹿児島チーム、はい、そして福岡チームの戦いは1対1の引き分けになります。あ、なるほど。これ仲良く引き分け、はい、なるほど。ただ皆さん今日はね、はい、若手ライターナンバーワン決定戦、そうです。お MVP を取った人には、はい、パチンコプレイガイド TV 鹿児島版レギュラー権がおあるということで、はい、おその MVP を発表したいと思います。よっしゃー。さあ、ちょっと待って、よし、はい、準備は OK です。ちなみに自信ある人いますか。自信ある人。テレカさん、なんか自信は負けない男の実力を見せましたよね。見てた今日は、はい、ね、1ゲームのメールもさせたしね。しましたよ、はい、だから自信ある。やるわ。見て、ね、もう視聴者の方が答えが出てるなと、うん、あんだけ海で連チャンさせたら素晴らしいね、はい、7連チャンですよ。あと目力もすごいから。目力で止めましたから。止めたから素晴らしい。あった大輝なんかアピールポイント今日。いやいや、当てましたけど、うん、やっぱりこの爽やかな笑顔で MVP 取ったから。なるほど。誰がチャンポイント話せに言うたの。爽やかな笑顔で僕は MVP じゃないかと。うん、結果じゃなくて。なるほど。まあ、うずらないと思いますけど。マイナスポイントしかない、ね。なんでなんで。まあ、でも誰が MVP になったか。うん、じゃあ早速発表したいと思います。はい、はい、今回の MVP は、はい、山野キング、おめでとうございます。やっぱほら MC がすごかったよ。昭和すぎるわ。昭和すぎるわ。昭和すぎるわ。戻しなさい。戻しなさい。あの戻しなさい。ちょっと何だよ。今の打ち合わせなしで初めて言い終わったんですよ。初めて今一体感生まれましたね。今よかったじゃない、うん、ほらこうやってみんな仲良くしなさいということで。ただやっぱ MVP は残念ながらもう僕がダントツでした。ダントツ。やっぱちょいちょいいいトークを挟んでね。もう本当になんかもうオチが昭和すぎて。オチも昭和ならこのチャブダブルが逆襲も昭和だから。本当に今回のパチンコプレイガイド TV 大丈夫でしょうか。大丈夫でしょうか。次週から皆さんちゃんとゆうみちゃんもももちゃんも出てやりますんで、はい、ね、今週は、まあ、こんなメンバーがいるということで皆さん、はい、これからよろしくお願いします。お願いします。じゃあこれでまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。来週は通常に戻りますんで。通常って通常ってなんですか。今回も通常でしょ。